こんにちは。これは今からおよそ50年以上も前に起こった時の話です。ずっと昔のことになります。年月は本当に早く過ぎますね。1970年代半ば、私はアメリカの大学生になりました。その時なんと33歳でした。留学した経験のある方たちはきっとそれぞれのユニークなお話をお持ちでしょうから、あまり珍しくもない出来事かもしれませんが、でもまあ聞いてください。ニューヨーク郊外ロングアイランドにある私立大学に入学することになりました。いきさつは話せば長くて複雑ですので、そのうちに話すチャンスがあると思います。ここでは学生生活の中で起こったいくつかのエピソードをお話ししていきます。私の語学力では不安と緊張の日々でございました。1年生フレッシュマンとこちらでは言いますが、教養科目が必須で、数学物理はまあまあなんとか授業についていけましたが、経済学歴史心理学英文学哲学などの英語の読解力を要求されるものは大変でした。どれだけ自分が理解できているのかもわからない状態でした。多分自分の常識知識に毛の生えたように自分なりに理解していたのかもしれません。今思えば英語が堪能だったらもっともっと知識が増えていたことでしょう。もったいないことをしたと思っていますが、後の祭りです。毎日夕食後、ホストファミリーの旦那様から1時間ぐらい当日の学習を復習してくださいました。学校で45分間のクラスではどのくらい理解できていたのか自分でも分かりません。クラスで居眠りしている学生と何も変わらない学習だったのかもしれません。私は教室の隅の方にちょこんと座っていました。また科目によっては教授の声が聞き取りにくく、最前列に席を取り、一言一言を聞き逃さないようにしておりました。家に帰って予習や復習で教科書を読んでも知らない単語の羅列、自分でその意味を前後関係から読み取って理解したり、重要だと思われる単語は一つ一つ辞書と首っきりで学びました。これらの授業を維持するのは私の努力はもとより忍耐強く手伝ってくださったご主人様のおかげで、言葉には言い表せられない恩恵を受けておりました。2年生になった時に、私の専攻は美術でしたので、美術史ではご主人様からの復習には大変お世話になりました。彼の大学専攻は電子エンジニア理工科系で、あまり美術については詳しく学んでおられず、しまい頃には藤井、あなたと一緒に美術をたくさん学んで単位がもらえるねと冗談を言っておられました。思い出深い科目にスピーチのクラスがありました。自分の意見の伝え方のテクニックを学ぶのです。
日本人学生は英語を話すことがあまり得意ではありませんよね。私も英語の発音には相当苦労しました。視聴者で経験のある方もあると思います。いわゆるジャパニーズイングリッシュが相手に通じないのです。ちょっとした発音の仕方で何度繰り返してもダメということがたびたびありました。反対にアメリカの友人が日本語を尋ねられさっぱりわからない時があります。英語発音の日本語なのです。余談ですが、何十年後にフロリダへ移ってからあるところへ電話で質問しようとかけた時に、電話の向こうから Speak English と言われたのには参りましたね。1学期の終わり頃に学生がこのスピーチクラスでそれぞれ10分間5分間だったのか覚えていません。クラスの前に出てスピーチをする実習がありました。さあどうしよう、英語も正常に話せないのに、しかも人様の前で、困った私。英語を最低限に使うスピーチは何かと考えた挙句、着物の着付けのデモンストレーションをすることにしました。生徒はもとより教師も着物に注目して、私の英語にはと思ったからです。幸いに日本から持ってきていた訪問着が役立ちました。多くの指、帯、下着、足袋、着付けのポイントで後ろ首を出す方法、時には日本人男性は女性の首に魅力感じるよなどと冗談めいたことを話しました。こんなトリックを考えてやりました。これで年配女性の知恵でしょうかと今は思っています。予定通りに成功したと思っていますが、まあまあの採点をもらいましたから成功したと思っています。10分足らずの持ち時間がどんなに長く感じたか想像がつきますでしょう。このような予想もできないエピソードがたくさん学生生活の中に起こります。どうぞ次のお話を楽しみに、またおいでくださいませ。最後にケリーの写真でございます。トカゲが入ってきたのを見つめております。